トータルフィードバックをご覧の皆さん、レイの甲斐真理乃です。内山理和です。クラリンズベッドルームの畑祐介です。はい、本日も後編を、はい、後編をお話していこうと思うんですが、自分がタイトルを言わせてもらいまして、はい、今回はまた畑祐介さんとお話をしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。前編は結構シューゲーザーの音楽から演奏されているイメージだとか季節感とか、うん、なんか情緒的なものを話してきたと思うんですけど、はい、引き続き後編もそういったところで音楽から連想させるいろんなものについて話していきたいと思います、うん、はい、季節の話をしたかったです。あ、はい、季節話しましょう。あの先月のゆうあちゃんのマイブラの春の感じ春ってこう新しいものがもうどんどん芽生えてってこう膨らんでいく、うん、で冬に向かって一通り終わっていく感じじゃないですか、はい、でも前ぶらが春なんだっていうのはすげえ面白いなってえ、どんなイメージでした？僕前ぶら、あ、でも確かに言われてみると前ぶらのあの短尾感っていうのは、うんうんうん、もうトロトロになる感じだから、トロトロになる感じです、ね、あの桜の花がふわーって咲いて、うんうん、あの京都に丹波橋っていうところがあるんですけど、うん、僕あの京阪沿線なんですね、うん、で京阪の大阪と京都の間に、まあ、丹波橋とかあって、そこに俺一回行ったのがよ、川が流れてて、あの桜の季節、ね、うん、でこうあの屋形船みたいなのがふらふらして、でこっちに神社があって桜が満開咲いてる時に、うん、あれ天国って思ったんですよ。天国ですね、思ったんですけど、前ぶらの感じって確かにその天国に近いかもしれない、うん、ほんでさらにそれが暖色になっててくるってことだから面白いなと思いました。シューゲーザーってどっちかというとこうちょっとこうあの季節よりあの気温が低くてこうひんやりしててってイメージがあるのに、あ、新しい解釈だなと。春ってあとどんなイメージがありますか？季節の話すげえ面白いなと思ったんだけど、春は自分は結構なんか苦手なんですけど、うん、結構春は明るいんですけど天気とかも、うん、でなんかちょっと心が曇っていくというか暗くなる季節なんですよね。いや、あのなんとなくわかるんですけど、はい、そのこれから始まる感じにどっかちょっと冷めた目で見てしまうというか、うん、そうですね、ちょっと追いつけない心があって、うん、だって春は目まぐるしいですもんね。目まぐるしいですね、変わっていく様がね、うん、はい、そこあるな。でも夏の話前にもしたと思うんですけど、うん、はい、夏嫌いでしょ？夏嫌いです。ガンガン手につけられて、はい、そういうこと、行くぞって海でやっーみたいな感じでもないだろうし、うん、そうですね、でも夏の音ってもやっぱある気がして、周囲でもね、うん、で俺その先月の話だとそのジーザーさんのメリーチェーンのやたらと暴力的なところが、うん、あの太陽の暴力性と似てる感じがするというか、うん、って思ってたんですよ、うん、ゆうあちゃんすげえなっていうのを先月思ったんですよ。いや、でも夏の周囲なんか清涼感のある周囲、あ、そっちの意見もあるのか。好きなんですよ、そっち。自分結構好きで、菅くんっぽい感じね。そうですね、とか俺にないやつだなんかもうサイダーみたいな、そういうあーなるほどね、そっち系のきら海のこう水面のきらめきみたいな、はいはいはい、周囲ゲーザーの音も結構自分好きで、だから夏って言ってもこう太陽のさんさんでもう最悪な夏もあれば、うん、こうなんか自分の思い描いてる勝手な爽やかにした夏もあるから、うん、あのあれ夕方ぐらいから風が涼しくなって、ね、うん、浴衣の女の子が歩いてるような、うん、ああいう日本人らしい感じね。でも確かにその情緒が強いって意味では周囲の情緒って日本人の情緒に似てる気がするんですよね、うんうん、日本って周囲の場所すげえ多いし、なんかそうなのか、うん、夏、そうですね、でも確かにそうだな、夏は夏で夜と昼じゃもう景色が全然違いますもんね。そうか、ね、あと秋ですよ、秋、秋、秋過ごしやすい、うん、過ごしやすいから自分は好きなんですけど、うん、だって生まれ好きでしょ。確かに、あ、そうですね、そうですよね、うん、でも秋ってすごいこうあのこれから冬っていうか終わりが来る感じがすごいするっていうか、うんうん、寂しいですよね。でまあ、その前に紅葉が一回あってその後も急に世界が、うん、ね、あの
カラフルな世界が急に白くなっていく感じっていうか、うん、木もどんどんガリガリになって ガリガリになっていく、葉っぱが落ちて確かに確かに冬っていう感じになって、うん、すごいこう終末感というか、うん、なんていうかな、本当世界が終わっちゃうみたいな印象、うんうんうん、俺も11月生まれなんで秋好きなんですけど、なんかそのなんかもうこの不安定なところが好きなのかなって気がしますね、うんうん、で冬になったらどうなんですかお二人は。冬最高だよね冬好き、はい、で寒くなってきて寒いって言いながらもなんかやっぱいいなって思ってる。でもあれでしょ、冬ってサッバッって入ってあったかっていうあれじゃない。はい、そうですよね。あのすっごいこう人間の勝手なところが出るやつそうすげえわかりますでも確かにあの秋から冬にかけてっていうのがその異世界観というか、うんうん、そのパラレルしてる感じというか、はい、でまた冬が終わったら新しい命が芽生えて春になっていくでしょう、うん、だから二分化されるなと思うんですよね、うん、その自分の好みとか、はい、だからまのちゃんのイメージだったらその、まあ、グレー好きの女性なんで、はいはい、その冬に向かっていく感じはすごい分かるんですけど、はい、ゆうわちゃんとか結構意外っちゃ意外なんですよ。あ、本当ですか。冬が好きっていうの、うん、なんか夏好きそうに見られたり。あ、でも多分あの明るく喋るからでしょ友達多そうとか。あ、でもゆうわちゃんも結構ホラー系で行っちゃってる部分ありますよね、うんうん、でもなんかこう、うん、2人もなんか真反対に見られる、うん、自分も真反対かなって最初思ってたんですけど、うん、なんかこう根元というかなんか根本で似てるところがすごいあったりとかして。そうなんだ、うん、あれ他のメンバーは、他のメンバー好きな季節結構ちゃんは春が好きで、そうだった。あ、でもそれも結構なんかわからんでも、うんうん、春はもうどんどんこうだんだんもう四季がなくなってきてるじゃないですか、うん、まあ確かに、まあ、梅雨とかもあるしね、もう嘆いても春がなくなっちゃう。でも彼女沖縄ですよね。そうですね、そもそも春がもう夏に一瞬あ、だから好きなのかもしれないですね。あ、憧れみたいな。で勝手なこと言ってても適当なこと言ってんじゃねえって怒られそうな気がする姉さんにね。雫も冬が好きって言ってました。あ、そう、はい、あ、彼女はどこでしたっけ、出身。あ、大阪、沖縄で、みんな沖縄で大始まりだったから。あ、そっか、お、あ、俺じゃあ同郷ですね、大阪で。そうですね、だからなんかちょっと気を許すと関西弁で、ね、え、マジで、はい、俺その姿見てみてえな。めっちゃ可愛いんですよ。可愛い。あ、でも、まあ、これでもう特典会でこうおしゃべりしたら、うん、本当にもうみんなデロデロになっちゃうんじゃないかな、うん、マジで。俺チェキ買おうかな俺そうなんですね、はい、僕もだから多分冬とかあの、うん、最初の手芸冬から入ったっていうのが結構本質の気がしてて、うん、なんか手芸座ってやっぱ儚さってまなちゃんが先月言ってたのが本当正しいと思うんですけど、うん、この間ねみんなでその手芸チームでなんか話した時に出たのが、手芸座って印象派の絵みたいだよねみたいな話、うん、でそれ俺大昔から俺もそれ言ってたんですけど、うん、そのモネとかわかります？なんとなくあの睡蓮の絵描いてる人、ね、あれって全部印象であって、うん、あのそこになんていうのかな、彼が感じたものを描いてるだけなんだけど、うん、だから結果その写実的にもろにそれを描くわけじゃないから、うん、全部滲んでくる の、うん、あの空気だったり風だったりが入ってる感じが、うん、でそれがすっごい手芸座だなと思って、うん、なんかもうボーカルのこのなんかうっすらこう楽器と混ざってもう全てが曖昧になっていってるような溶けた感じですね。とかも確かにそうですね。そうなんです、うん、だからその秋から冬にかけての感じで、それで新たな芽生えっていう意味での春のマイブラカーもそこも結構納得っす、うん、あ、そこにこう何て言うかな、命のサイクルがある感じがするっていうか、うんうん、壮大になってきたな命の話になりましたけど命の話もまのちゃんなんかあるんですよね。あ、そうですね、生と死についてちょっと死生観をお話したいなってちょっとぼんやりと思ってお題に書いたんですけど、俺も今日の恐怖ナンバーワンです。どんな話になるんだちょっと壮大だけど漠然としてるので、どんな話をしていこうかなってちょっと悩んでるんですけど、畑さんはいつまで行きたいですか？ちょっと待ってください。ちょっと来月まで考えましょう。はい、わかりました。じゃあ、いったしています。はい、はい。それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。また次回。バイバイ。
What's wrong? Can you feel this? If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Call 348. Take 4 red capsules. In 10 minutes, take 2 more. Help is on the way. This logic network converts the encoded memories into the internal module control modes. Changeable, alterable, fluctuate, mutable, undulate, variable, flicker, versatile, flutter, modal, pulsate, alter, vibrate, crest. CXM-1978. A brand new automaton. Can you feel this? This is amazing. What are you now? Are you now, or have you ever been? Move slowly. For more enjoyment. And greater efficiency. Consumption is... It's all in this box. It's all in there. I just felt like through the sound that the room had expanded and I was in like a planetarium. So I think it's aptly named the Polymoon because I was seeing all kinds of like celestial bodies. And the Flander, it was like these meteors and shooting stars were like going past. One thing that really excited me about the Polymoon was all the features built in. The flanger, the phaser especially, the modulation,
the pitch shifting capabilities.